ネイホーママカオガイドの椿です。今日はですね、今年新しくできた IR 統合型リゾートグランドリスボアパレスション桃源に来ています。早速中に入って見てみたいと思います。さあ、では早速中に入ってみましょう。館内には美しいアートがたくさん飾ってあります。広々とした贅沢な作りも特徴的ですね。マカオにまつわるアートがたくさんあるのが印象的です。こちらはポルトガルのタイル、アズレージョの大きな作品です。マカオの芸術家、ポルトガル人のカルロス・マレイロスのマカオ・グローリという作品ですね。不思議な生き物が登場するファンタジーチックな作品です。現代アートと伝統的なタイルを組み合わせているのが面白いところですよね。思わず立ち止まってじっくり眺めてしまうようなユニークさが魅力です。現代と中世、西洋と東洋が混じり合ったようなマカオらしいデザインです。リスボアのオーナー、スタンレイ・ホーさんの似顔絵発見しました。猿のライト、可愛くて面白いですね。館内はとても広々としています。ところどころにアートが飾ってあって見どころになっています。このアズレージョに描かれているのはグランドリスボアパレスのようですね。ちょっとセクシーなアートはリスボアらしいセンスです。こちらはいろんなものがたくさん描かれている大きな作品です。映画スターのような渋い男性、ミステリアスなご婦人、絵文字に車、桃、桃？意味不明でユーモラスな組み合わせに思わず目が釘付けになります。ダリみたいになったピザ。こちらはもう一枚の作品ですね。ガラッと変わってオリエンタルな雰囲気が魅力です。お茶を飲んだり、ふくよかな弥勒菩薩のような方、それからこちらはカンフーとお相撲さん戦ってますね。侍もいます。狛犬、天女が水浴びをしています。空には竜。こちらはリスボア、グランドリスボアマカオタワーをテーマにしたアートです。綺麗ですね。見てて飽きません。何か面白いものはないかなと館内をうろうろしてみましたと、レストランを発見。ピカピカのこのデザイン、天津のメニューの名前が書いてあります。あなたはいくつ見つけられますか？まだ営業しているお店は少なかったです。これからどんどんお店が入るにつれて活気も出てくるんではないかと思います。おしゃれなカフェもありました。というわけで、本日はグランドリスボアパレスション桃源に行ってきました。まだね、お店もまだほとんど入ってないということで、見どころはインテリアですね。いつものリスボア節独特の癖のあるセンスで集めた豪華な芸術品がたくさん並んでいます。特に見どころはポルトガルの有名な芸術家の描いたアズレージョですね。ホーさんも描かれてるっていうのがまた面白いですよね。続いて桃源屋リスボエタ、こちらもグランドリスボアパレスから歩いて5分ぐらいで来れるので、ここも一緒に見てみたいと思います。リスボエタは古き良き昔ながらのマカオの街並みを再現したテーマリゾートです。セナド広場のような石畳が印象的です。ここにはジップシティというアトラクションがあります。
高さ60メートルを滑空するスリリングな体験が楽しめます。では建物の中に入ってみましょう。こちらの広場には屋台がいくつもあって小腹を満たすことができます。昔ながらのレトロなマカオを再現してあります。記念写真が撮れるスポットもたくさんありますよ。こちらは移動販売のクッキー屋さんですね。マカオ名物アーモンドクッキーやくるみクッキーなんかが見えます。クッキー屋さんになりきってみてはいかがでしょうか。古いマカオの街並みを再現したネオンがロマンチックですね。こちらは街中にある新聞売り場。昔はこんな感じだったんでしょうか。趣がありますね。下町の雰囲気がたまりません。このエリアにはスイーツのお店がいくつかあります。椅子とテーブルがあるので座っていただくことができます。ゴージャスですね。お祭りの飾りをかたどったおめでたいデザインです。こちらハンヒョンユンは伏流新街に本店を持つ老舗のおしるこ専門店です。こちらのスタンドでは6種類のおしるこを提供しています。爽やかなくわいのおしるこ、美肌に効果のある白きくらげのおしるこ、デトックス効果のある緑豆のおしるこ、香り高いくるみのおしるこ、美白に効果のあるアーモンドのおしるこ、潤う湯葉のおしるこ、私たちはくるみをいただきます。おいしい、優しい甘さです。くるみは脳にいいって言いますしね。美肌作用もあるそうです。レトロな焼き栗の屋台を再現したオブジェもあります。ヘルシーなお豆腐スイーツダウフーファーのお店です。新鮮な豆乳やダウファーが楽しめます。シロップとお砂糖はセルフサービスです。とっても新鮮で美味しそうでした。内装が凝っていて面白いですよね。昔のマカオにタイムスリップしたような雰囲気を味わえます。外は次第に日が暮れてライトアップが始まっていました。昔マカオにあった海上カジノ、マカオパレスを再現した建物です。夜は一段といい雰囲気になりますね。 MGM やパリジャンの夜景もここリスボエタから楽しめます。さあ、こちらがジップシティです。アジア太平洋地域で初めての都市型ジップラインで、世界で3番目に長い388メートルを誇ります。サウンドやエフェクトを使った世界初の没入型アドベンチャーが楽しめます。ちょうどアトラクションやってる人を見かけました。すごい。そしてこちら側にあるのは屋内のスカイダイビング施設です。 Go Airborne。こちらは先ほどのエリアとは打って変わって近未来的な雰囲気ですね。幼稚園ぐらいの小さなお子さんから大人まで楽しめるアトラクションです。ご覧ください。この特製の施設の中を縦横無尽に飛び回る様子、すごいですよね。初心者でもレクチャーから入るので安心して屋内スカイダイビング体験ができます。息子はすっかりここが気に入った様子です。えっと、さっきのスカイダイビング飛んでみたい。うん、飛んでみたい。怖そうやった？怖くない。
さあでは外へ出ましょう。夜景が綺麗ですね。ここにはラインフレンズのオブジェがあります。写真スポットになりそうです。グランドリスボアパレスの夜景を見ながらしばらく歩きます。レトロエリアを抜けて、小腹が空いたのでこちらで何かつまむことにします。こちらはベビーカステラのようなガイダンジャイとワッフルのお店、それから揚げ物の専門店ですね。それからポップコーンやジュースを置いているお店、いろんなお店があります。どれにしようかな。こちらは豚足のさっぱり煮の専門店ですね。滋養競争にいいらしく、産後にたくさん食べさせられます。それからこちらはカレーおでんのお店ですね。マカオの名物 B 級料理。続いて焼き鳥屋さん、バーベキューですね。串焼き専門のお店、いい香りが食欲をそそります。それからこちらはホットドッグのお店ですね。うん、じゃあいくつか串焼きを買うことにします。おいしい？ありがとう。うん、おいしい。思ったよりもしっかりした焼き鳥でした。地元のアーティストの歌を聴きながらお祭り気分で楽しめます。はい、というわけで今回はグランドリスボアパレス四方原とリスボエタ宝源屋、こちらの2箇所をざっくりと見て回りました。まだ見るところは少ないですが、それぞれに見どころがあって面白い IR 統合型リゾートになっています。テーマパークのようなね、贅を尽くしたグランドリスボアパレスと不思議なアート、そして昔のマカオを再現したレトロなリスボエタ、どちらも楽しめます。でね、食事が美味しいですね。おしるこね、くるみしること、それから焼き鳥を食べましたけれども、これがね、外れないんですよね。手頃に美味しいものがちょっと手軽にね、つまめますので、食べ歩きにもおすすめです。この動画が面白かった、役に立ったと思ったら、いいねボタンとコメントで応援してくださいね。動画は毎週更新してますので、チャンネル登録して新しい動画をチェックしてください。マカオのことが気になったら、オンラインツアーも開催しています。一緒にマカオの街を歩きましょう。今歩いてるよ。そうだね、今一緒に歩きようね、うん、ブログや SNS ではマカオの最新情報やマカオの文化にまつわるお話を紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。3、2、1、ピシャ、よかろうもん。ならね、バイバイ。